まさかカワウソがおとりをやるとはな。おとり役にカワウソってこんな時代か、すごいな。こんな時代が来るなんて。よし、モメンさんに来た。あ、そういうこと？しょうがないな。よし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 。甘かとよ。マシンガン乱射来たぞ。防御。耐えろよ。死の洗礼をくれてやる。カワウソ。耐えろよ。うわ、600がうちのナンバーワン防御力男で600か。お、奥のカスタンドで来た。そう、そういうことがあるからな。防御。わー、でででで、早く逃げよう。早く逃げようぜ、みんな。おとなしいね、他の敵。ようやく一匹動いてくれたけどね。お前さんは？あ、動いた動いた。これはちょっと壮大な鬼ごっこになりそうだな。よし、行くぜ。じゃあ鬼太郎デカ、鬼太郎デカが逮捕に行く。これでしょ、なんかあそこに行くにはこいつらを突破しないといけないわけか。よし、とりあえずじゃあ二人お留守番よろしくね。カッサーノでやっちゃおうか。うん、行け。よし、ナイス。1000円は持ってんのあいつ。よし、おばあさん、次は老人形たちだからな。これが今容器が106、射程が1から3。うん、気をつけよう。ネズミ、うわ、ネズミはあんま前に行かない方がいいな。うん、猫ちゃんはもういいよ、ガンガン行って。はい、うん、で、モメンさんは回避次第だな。回避率次第、どんなもんだろう、モメンさんは。あ、24%、分かった。じゃあ鬼太郎が移動してからにしよう。鬼太郎主人公、もう、あ、これもあるんだよな、引っかきもあるから、リモコンゲタは回数制限あるけど、引っかきだったら回数制限なしだから、これを有効的に使っていこう。2060、うん、よし、お願いします。頼みます。オッケー。シサオ、引っかきかきかき。
よし、2300。おお、久しぶりに見るね、この小麦粉みたいな。よし、ナイス、主人公。よしよしよし。小麦粉か何か。ごめんさん、530いけるかな、これ。微妙なとこだけど、うん、まあやってみよう。頑張れ。閉めちゃって、ほら。いやー、どうだ、行ったか、行ったか。496ダメだったか。来たぞ、たこ焼き。下手くそでごわすな。よしよしよし。前にね、買ったんですよ、たこ焼き焼き器みたいなやつ。あ、あと2人。あ、おとり軍団か。たこ焼き焼き器になるものを買いまして、わ、こっちに下がろう。なんかね、800円ぐらいで売ってたんですよ。500で足りる？よし。買ったのはいいんですけどね。で、買って作ってすっごく美味しかったんですけどね。ああいうのってやっぱりその瞬間ちょっと作ってみたいと思う、そのなんだろうな、テンションで買っちゃうから。1回作った後2回目3回目そこまで行くけどね、4回目5回目6回目っていう風に何度も何度も作るっていうのはないんですよね。だから未だにね、眠ってますよ、うちのたこ焼き焼き。まあ、回避で 21? 回避してほしいな。うん、回避。悪いけど当たらないね。よし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 、えらい。おお、34。これは防御。うん、大丈夫、これで容器が111になるから。さあ、ここだよな、ダム。DAM 強化催眠、これか。そうだよな、これ催眠かかっちゃうと何にもできなくなるもんな。防御。その程度かいの。415、さすがおじいさん。よし、耐えた。シュールな絵だよな、あれ。うわうわ、当たっちゃうか。 18% 今背中来られなくてよかったねと思ったんだけど。おじいさん吸血美味しくないって。やりおるな。うん、頑張れ。すごいシュールな絵だけど。いや、本当はあのこのマップのためにその踊りのおじいさんっていう肩書きがあったんじゃないかって思うほどのなんか活躍っぷりというか、このマップのために生まれたような肩書きだよな。全てはこのマップのためみたいな、そういう運命を感じてしまうぐらいぴったりの役割。そしてそこにカワウソちゃんもいるっていう、ね、これが驚き。よし、行くぞ。40でしょ。誰か、猫ちゃんかな、か OBB の砂嵐も使えるからな。砂嵐に使えるように しよう。よろしく。でカリーカをネズミと OBB と猫娘たちにやってもらおうか。うん、傘化け
動けるね。催眠、うん、やっちゃえ。よよし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 、次ネズミ男タン。男タンは後ろ、うん、守ってもらおう。後ろに増援が来たらやばいけどね。よし、ペコちゃん、32、うん、ちょいやばいな。それだったら無理しない方がいい。1、2、3だ。待機できたろ、向かおう。さよなら。指でっこ、うん、オッケー、うん、よしよしよし。で、鬼太郎一人じゃやっぱ厳しいものがあると思うから、お供に連れて行こう。来てるんだし、来てるしね、向こうから。うん、道具、500。よし、こんな感じ。あ、そうだ、ここダム、ダム忘れちゃいけないね。これ大事だよな、ダムの回復を忘れたらおしまいだよな。何個大丈夫だよな、何個で1600あるもんな。800の800くらっても大丈夫だよな。ここだよな、ちょっとどうせ余ってんだから薬草使っとこう。微妙なんだよな、1100って。550550で1100いっちゃうからな。よし、さあ、できれば HP の高いおじいさんがいいな。よし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 、マシンガン乱射、防御、耐えろ。きっとなんだよ。よし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 、いいね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 、おじいさんいいね、本職ですから。強化催眠来たよ。その強化催眠っていうのは回数制限制なのか、あれ。やりおるな。うわ、かかっちまった、ついに。ダムチームちょっとやばいぞ、ダムに亀裂が入り始めたぞ。さて、防御、ダムの、あの西島の方に亀裂が入りました。ああ、そういうことする。そういう時ここぞとばかりに移動してくるか。おいどんは、よしよしよし、偉い。背中に目ん玉がついてるかのようなかわしっぷり。カリカは動かないのか。でも近づいたら動いてきそうだな。あ、そこにいるんだ。行くぜ。じゃあまずはこっち、うん、どうなってんだ、こっち、これを倒そう。2400、ネズミいけるか、背中。2000、ガツンとやっちゃってくれ、ガツン、ホームラン。強い一撃、ナイス。レベルアップ、
次行こう。カリーカ110、1から2だよな。だからおばあさんでやれる気がする。防御、うん、どうぞ。そんなことでは俺は倒せんぞ。うんうん、いいねいいね。よし、レベルアップ。次、カサバケ。あ、そうそう、道具、何個。ペコ、ペコとパコ、ペコとパコはここで紙付きのをやったらどうだ。無知 48%。 なるほどね。じゃあここにいよう。待機、よし、ここだよな。2300、たくさん来てる。これをやっつけてしまおうか。うん、やっつけちゃおうか。背中、シサオに、あ、足んない、足りない。リモコンケだな。これで2000ぐらいいく？あ、1600。残り670。モメンさん倒せるか。倒してほしいけどな。この差を埋めるのは厳しいよな。まあいっか、いけ。いやー、よし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 、いいね、素晴らしいです。はい、ここここだよ、ここだよな。横向いちゃうのがちょっと尺なんだけど、横向いた途端ガンガンやってきそうだもんな。まずはこれだな。石、石化以外のステータス以上を回復。これをオディータンに使ってあげて、うん、でオディータンは自ら回復、うん、厳選薬草使っちゃおう。よし、頑張れよ。容器もだいぶ高まってきてるね。よし、おお、傘、傘か、うん、まあいいか、やり返そう。おー、でででで、うん、お返しでー。うおー、よっしゃ、ナイスエース。ここだ、ここ。おじいさん、ラッキー、横向いてる。そっかそっか、おじいさんの方が防御力が低いからか。それでおじいさん狙いなのか。これは助かるな。だけどそっちは横向いてるカワウソか。回避で80、まずいな。じゃあ防御、耐えろ、耐えた、よし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 、偉い、偉いぞ。なんか立場の兄弟みたいだね、二人並んで。来たぞ。回避43、防御、次背中取ってやる。
か。よし、もう足んない、2200万だ。よし、お返し。外れでごい。おお、すごい、34%かわした。ほらカウンターアタック、エラス。そしてレベルアップ。いいねいいね。だけどエリートかっこいいな、セリフが。あれは絶対好感度上がってるわ。クワー、よし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 。面白いのがね、もうあのゲゲゲの鬼太郎が面白いなと思うのが、まあこれ僕個人の感想なんですけれど、あの絶対的な強さっていうものがね存在しないから面白いと思うんですよね。通常のね、あの鬼太郎じゃないなんか格闘系の漫画であればベースの強さがあって、例えば戦闘力って言葉をあえて使うと、戦闘力がね2000の人間と、あ、戦闘力が1000の人間が戦ったら、まあ大概ね1000の差を埋めるの大変だから2000年差勝つんですよ、仲間と協力しない限り。鬼太郎の場合はね、なんかこう特殊能力で戦い合うような漫画だから、絶対的な強さっていうのがほとんどないという気がするんですよね。だから主人公である鬼太郎なんかもガンガンやられちゃうしね。能力的には鬼太郎が一番上だと思うんだけどね。覚悟しなさいよ。これブログにも書かせてもらったんですけど、普通ね、普通の妖怪、例えば、まあ、アマメハギとかね、サザエオニとかね、普通の妖怪さんはね特殊能力は一つなんですよ。だからじゃんけんで言うと、僕はグーが得意とか僕はチョキが得意とかね、そんな感じなんだけど、通常は鬼太郎の場合は髪の毛針もあるし体内電気もあるし指鉄砲もあるでしょ、多彩なんですよあいつ。だから一人でグーチョキパー全部出せるみたいなね、田舎チョキも出せますよみたいな、そういうちょっと変わった存在だからね。能力的には一番強いんですけど、ただこの漫画は特殊能力で戦い合う漫画だから簡単にやられてしまうみたいなね、出会い頭に。素敵な吐息をあなたに言ってね、行け。何気に挑んでます、カリカに。これ以上はまずい。おお、ダメだったか。そういう瞬時のね、出会い頭の対決で面白いなと思ったのが、カシャと鬼太郎の戦いね。カシャっていう妖怪がいまして、こいつは妖魔大決戦のところにも出てくるんですけど、墓場のねステージにこう出てきたと思うんですよ。こうピョーンって飛び上がって火の玉をバーンって投げつけてきたやつがいたと思うんですけど、そいつがカシャ。そのカシャが得意としている技が魂を入れ替えるっていうかね、わかりやすく言うとギニュー特戦隊のギニュー隊長のボディチェンジみたいなものを使うんですよ。ここまでか。読者わかんないわけね最初。なんか一コマ目あって鬼太郎とカシャが向き合ってて、で次のコマでは笑ってんですよ鬼太郎が。で次のコマにはやられちゃうんですよ、カシャがパーンって。お、鬼太郎やっつけたのかと思うと、実はカシャと鬼太郎の魂がこう入れ替わっていて、鬼太郎になりすましたカシャが鬼太郎をやっつけていたっていう、そういう驚きの戦闘シーンがあるんですけど、そんな感じで特殊能力同士の戦いになるからね、そこがやっぱ面白いよね。鬼太郎は鬼太郎もいろんな技は持ってるけど、能力的には一番強いんだろうけれど、やっぱね親父さんがここではチョキを出せとかここではパーを出せとかね、そういう助言なしにはね、やっぱなかなか一人では倒せなかったりする。
こんなにあのやられている主人公っていうのも珍しいと思うんですよね。普通主人公ってあんまりやられないんだけど、鬼太郎に関してはよくやられる。よし行け。とっておきの技じゃ。砂。あ、いつも砂弾幕どうもありがとうございます。ほら、やってくれる。俺はこの程度の男か。そうさ、よっしゃ、ナイス。なんでだ、木綿さん800、これを倒しに行ってもらいたいな。よし、うん、まあ反撃待ちかな。じゃあ反撃待ちになるんで、こっち向きに、うん、でこいつが木綿さんを追いかけに行かないように見張んないとな。と言いつつ向かおう。攻撃もうないんだよな。霊力がないんだよな、もうほとんど。やってくれ。よし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 、次ダム1400500、よく耐えたよ。そしたらお互い回復しよう。道具、あ、間違えた間違えた、1000使おう。1000、うん、遠慮してたらやばい。もうちょいだからな。あ、でちょっとこいつのあれを見よう。強化催眠っていうのは、あ、消費霊力50でやれるんだ。それは毎ターン回復しちゃうわ、50じゃ、うん、今現在の霊力はほら全然減ってないもんな。一方でラセーヌは乱射は、あ、あと2回。なるほどね、弾数制限か、メジャーリーグだな。よし終了。さて、おじいさんだな。よし、弾数制限あと2回だからな。マシンガンは防御。まだ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 、よし、快感だろう。快感来たぞ。よし、やり返そう。ちなみに回避30しか。よし、あ、いや防御だな、ごめんなさい、防御。次あのコウモリの子がやっぱあの位置にいるから気になる。おじいさん、うん、回避68、これねちょっと挑戦してみたい気もするんだけどな、うん、あれがラセーヌがいなければな、挑戦するんだけど。よし耐えた、よし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 、耐えた、えらい。ほら来るでしょ、そう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 、下手にな食らうわけにいかないからね。回避で26、うん、防御にしとこうか。うわ、真横だからね。ほらやばいわ。442も食らった。
な。うん、よし、こんな感じか。よし、じゃあカリーカを、カリーカ討伐隊を派遣させよう、こっちに。